はいゲームコレクターの酒勘です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週もファミツドット・コムさんのゲームソフト販売本数ランキングが更新されたので見ていこうと思います。ということでこちらまあピクミン4がねフラットにこう、まあ、5, 5週連続1位綺麗ですね。でマリオカート8とゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムもね 先週に引き続きなので、まあ、上位、まあ、マインクラフトまで含めて、上位4位がね、先週からスライド、まあ、今週新作がないのでね、綺麗にこにニューマークがない状態でなってるんですけど、まあ、今回もね、えー、と一応、 1>, 1位から順番に見ていこうかと思います。あ、というか、まず、販売本数ランキングですね。えー、販売本数ですね。1位がピクミン4で、えー、54,904本で、累計721,281本。2位がマリオカート8デラックスで、えー、16万、あ、違う違う違う、16,859本で、えー、累計5443,641本。3位の、えー、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムが、12,861本で、累計1万、あ、違う違う。108 万本となっていますということでねまあ一応こうティアーズ・オブ・キングダムもピクミン4も落ちてきてはいるんだけどもただピクミン4に関して言うとまだねこう最近でいうところのまあ、ベスト3を守る数字というかまあ、1位を守る数字というかねいわゆるマリオカート8基準でいくとそれより上の数字をね断然出してるのであのまあ1位を維持してるしゼルダはちょっとマリオカート8のね定番ライン ちちょっと落ちてるので、まあ、3位ただ,ただ他の定番の、ね、タイトルマインクラフトとか、ね、に比べると上にいるからどうにかまだ3位保ってるってところで、まあ、来週新作が出るのでねちょっとどうなるかわかんないんだけど今週に関して言うと新作が1個もなかったことで、まあ、定番がスライドなんですけども、まあ、その下の方の順位が、ね、いろいろと変わってきてるので、ねまあ、それはその都度あのお話をしていこうかと思います、はい、ということでまずピクミンの方なんですけども、まあ、相変わらずね相変わらずっていうかもうとっくに このピクミン市場一番ね販売、ゲーム、ファミ通さんのゲームソフト販売本数ランキングの数字としてはトップをもうね あの維,持維持してるというかトップになっちゃったからもうあとはこうどんどんグラフが伸びてきますというところなんですけども今,今もうダントツなんですけどこれがもうこの後の興味っていったらやっぱミリオン超えるか150万いくかと、まあ、そういうところなんですけど、まあ、今のこう落ち方からいくと次次ってこう,、まあ、こうなっていくんで、まあ、ちょっと厳しくなっていくかなというところです。さすがに夏休みパワーね あのお盆パワーとかもあるんで、ちょっとこれが今後、やっぱりこうなってきたときに、まあ、まあ、この調子からいくと、まず80万いくか、まあ80万いくかな、でも3週ぐらいかかって80万だとしたら、その後90万いくかみたいな、こうなっていくって、定番としてしばらく残るのは分かっていても、まあそういうところのね、あの、勢いっていうのの、陰りは見えてるというところですね。はいで次、えー まあ、マリオカートヒートイ・ダラックスはいいとして、えー、ゼルダの伝説ですね。まあ、相変わらずね、ブレスオブ・ザ・ワイルドが後で出てきますので、<laughs> あの、まあ、ここのね、枠が、枠が決まってるので、まあ、相変わらずティアーズ・オブ・ザ・キングダムがこうあ上がり、上り、すごい感じになってるけど、まあ、実際こうなってます。こう、こう、こうなってます。はい。で、えー、っと、4以降ですね。 4位マインクラフト。で、5位がポケットモンスタースカーレット・バイオレット。これも510万いってますからね。で、スプラトゥーン3。スプラトゥーン3なんですけども、今回もね、7586本ということなかなか調子がいいんですよね。まあ、いつもこの、 スプラトゥーン2の5年ぐらいかかって出たこの販売本数をあとどんだけで抜くかって話をしてて、まあ、その時にはなんとなく勢いとしては週5000本ぐらいのペースでいくかと思ったら割とこう夏休みに入ってきたことで まあ子供がいっぱい遊んでるのかなってところで毎週伸びてるんで今週も7,586本だからまあ僕が思ってるよりも早いペースでこう上乗せをされているところで今409万3,171本でえっとピク,マピクミンじゃないスプラトゥン2が412万642本なのでまあ,まあ3万ぐらいだからまあ今の7,000本ペースでいくとね3週間ぐらいで <laughs> 違うか4週間ぐらいで。 行っちゃう感じなんですけどもまあまあ実際ここから落ちてくると思うんでやっぱり6周ぐらい見といた方がいいのかなという感じがしていますはいで次任天堂スポーツが7位でで8位大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルですが、まあ、このぐらいまではあれですねあの割あまだこの後もあるか9位スーパーマリオマリオパーティースーパースターズ10位集まる動物の森、まあ、この辺もずっと割とこう 若干の入れ替えはありながらもねと、あのー、なんだかんだ定番ラインが残ってるっていうところが分かりますねリングヒットアドベンチャーが11位12位が「太魂達人どんなフルフェスティバル」ですがこれがねなんか先週ぐらいからドドっと上がってきてて、まあ、なんこれも夏休みパワーもあるのかなうん。 まあ、あとあれですね。新作が入ってると、この定番としてこう、なランクが入ってるやつが、ちょっとこう、間にこう、新作が入ってきて、これが新作が抜けると、こう、ぐっと詰まるっていうところもあって、まあ、世界のあ遊び大全13位もそうですね。で、14位になぜかポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールが久しぶりにここに飛び込んできて、これは、 まあ夏休みだしポケモンやるかって言った時に多分ワゴンとかで安い新作の新作じゃない新品のブリリアントダイヤモンドシャイニングパールがあったのかもしれないけどちょっといきなりまた先週あたりからググッと入ってきています、はい、なんか不思議ですね、はい、で次が15位がモータロー電鉄ここも定番ですねで16位星野川 BB デラックス17位 e b ー s e b a l l p o w e r f u 2 0 2 2これパワープロもね やっぱここ数週間ぐぐっと上がってきてるところです。これはちょっとアップデートの関係なのかもしれないですね。ちょっと詳しく調べてないんですけども、なんかあの、いいですね。2022って言ってるけども、2023も対応してるからね。はい。で、18位がスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールド。ここはあんまり変わんないかな。で、19位夏も夏ももね、こうやっぱ、 グラフ的に夏物の、ね、こう落ち方が一番わかりやすいですよね。こう普通に新作で入ると大体こういう落ち方していくんですよ。任天堂タイトルとか定番になっちゃうとこうずっと残ってるから怖いんですけど、まあ、こ,ういうこれが定番,の動きな定番じゃない普通の新作の動きなんですけど、夏物な,なので、えー、夏休みの、ねえー、とグラフの方を見てみるとこんな感じで。4週目に入ったんですけど、まだ。 残念ながら僕の夏休みポータブル2にも追いついてないっていうか、数的にはちょっと下を張ってる感じなんですけど、まあ、ちょっと来週以降どのぐらいこう粘るか。 夏休み中に夏物が粘り続けるかここはちょっと見ものだと思いますはいで次、えー、と20位がぷよぷよテトリス2スペシャルプライスこれも長いですね廉価版がずっと残ってるんですよねで21位がニュースーパーマリオブラザーズ U デラックス22位がグランツーリスモ7これ久しぶりなんですよこれ2113本だからまあそんな普通に定番だけどまあ PS5 に何か動きあったのかよくわかんないけども、まあ、あれですね、新作が抜けてて、定番がこう入っていると、定番の中のガチャガチャと多少の動きの中で、 たまたま今週は運よくこうランクに入ってきた感じなのかもしれないですね。ちょっと PS5 についてはこの後まだあるので、後で話します。で、23位、星野カービィディスカバリーが2100、あ、これ数字はいいか、2106本ですけどまあ、あ、まあ、まだミリオン行った後ね、まあ、じわじわ売れてるけど、やっぱ150万は外相当遠いといったところ。で、24位がゼルダン伝説、ブレスオブザワイルド。はい。で、25位がスーパーマリオパーティー。これがね、<laughs> これがまた先、最近ね、こう、戻ってきたんだけど、なんでこんなずーっといるんだろうという不思議なところです。はい。で、26位がこ、ここ、ここです、ここ。えっ、ー、と、マーベル、スーパー、あ、マーベルス,スパイダーマン。 えー、マイルズ・モラレス。これはね、PS5 のロンチで出てたタイトルなんですけども、実は集計見たところ、あのもう初、初期の頃にこう売れてた以外、ずーっとだから昨年なんか1年ランクに全く入ってない状態で、今年ポーンと入ってきた、久しぶり入ってきたから、ちょっといろいろ補正が大変なんですけど、まあまあい,いや、ここで PS5 見ておきましょうか。PS5 の ええっと5万本超えですね今まで実はスパイダーマンのファミ通さんのランキング的には4万ぐらいだったんですよだけどもとりあえずこのグラフに入れてたら今回ずっと今10万1544本でも今週は1859本しか売れてないのでこの5万ぐらいの上,上乗せっていうのはあのちょっとこう。 2年ぐらいの間になだらかに売れたやつなんですけど今回ガガッとこう補正で入れたらこんな感じの順位になってしまって <laughs> えっと今まではビリだこのランクのこのグラフの中で一番下だったんですけども今は、えー、クライスコアとか抜きましたねエルデンリングの次に売れてるタイトルだ1、えー、ファイナルファンタジー16グランツーリスモ7」えー「ホライゾン」「バイオハザード RE4」「エルデンリングで」で はい、マーベルスパイダーマンこういう6番目の数字というふうになっています。はい、でちなみに先ほどのねグランツーリスももう久しぶりにランク入ったので補正入れたらまたこうガクンってグラフになってるけど、まあ、ちょっとそこはね、ま、だなだらかにこう考えていただければまあ結構妥当な感じ、まあ、前回もこんな感じ 補正入れてんだけど <laughs> 妥当な感じの、ね、伸び方になってるかと思います。はい、これでもファイナルファンタジー16の初回の数にはいってないんですよね、まあ。とにかくこんな感じであのじわじわ売れてるものっていうのはねあの30位よりも下のものをじわじわ売れてるとこういう感じでねランクにたまたま入ってくると実はすごい売れてましたっていうね分かりやすいグラフになってるかと思います。で27位「釣りスピリッツ」えー「釣って遊べる水族館」 で、えっ、ー、と、これも久しぶりですね。で、えー、28八ファイナルファンタジー6、まあ、さっき言った通りです。はい。で、えー、29位が、ヒューマン・ホール・フラット、これも久しぶりのランクインですね。で、30位が、スーパーマリオ・オデッセイ。これは、まあ、じわじわずっと売れてたんでしょうけど、たまに入ってくるとね、ちょっと数字が見えてくるという感じで。で、任天堂の150万本超えのグラフなんですが、こういうの、たまに入ってきたやつとかを集計して補正しても、まあ、 前後関係上下関係係上下は変わらないというかね、まあ、今のところこのスーパーマリオオデッセイとかねとブリリアントダイヤモンドシャイニングパールとかあとスーパーマリオパーティーとかこの辺を今グラフにあの 数週間の間にこう復活しているものを入れてもこのランキング自体は全然変わらないってことになっていますだから下の方もねゼルダン伝説、ブレスオブザワイルド、スーパーマリオパーティーゼルダン伝説、ティアーズオブザキングダムこの3つがね、割とこう離れてるのでなかなかここもね、迫らないというところですはい で、えっ、ー、と、週別販売本数ですね。トップ30のね。えっ、ー、と、今回に関して言うと、まあ、昨年よりは、えー、売れてるけど、一昨年ほどはいってないという感じ。まあ、ちょっとここの夏休み事情でね、あの、 定番の数次第のようなところもあるので、なんとも言えないんですけども、まあ、ちょっと来週どうなるかなというところですが、で、実際のところ来週何が出るかっていうと、まあこんな感じなんですけども、まあ僕の中ではアーマードコア6がね、 まあ、毎回、ほら、昔からアーマードコアっていろいろネタにされたりしてるけど、実際のところどのぐらい、どのぐらいちゃんと買ってプレイされるのまあ、当然、ダウンロードもあるんだけども、パッケージでどのぐらい数が出てくるかっていうのは、ここだけ楽しみにしています。他のタイトルはね、まあ、例えば、アベウムの騎士団は、これは、あの、e、EA さんのね、 トリプル A タイトルって言ってるぐらいのやつだからこれがどのぐらいこう日本で売れるかとかねそこも気になるんだけどこれもまあ残念ながら多分ダウンロードの方が売れてんだろう売れるんだろうなって気がするしまあ他もねそんなに数が見えそうなのはないけどまあいくつかは多分ランク3時までには入るとは思うんだけど上の方にねこう入ってくるのはやっぱりアーマードコア PS4 と PS5 の差がどのぐらいかっていうのもちょっと楽しみに、ね、していければなと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。